こちらはですね、私、アシベが推しのライブイベントを紹介していくコーナーでございます。オープニングの方で、アシベはアニメ嫌いなんじゃないかっていうのが出てましたけども、大好きですよ。ルパン三世とアンパンマンが大好きなね、アシベでございます。やっていきますよ。で、今回のですね、ご紹介するイベントのテーマはこちら。はい、ババッ5周年アニソン会とポルノグラフィティということで、こちらのイベントに行ってきました。ババッ北周平バラステ&5周年アニバーサリーパーティー夏の北ポジ祭り、主題歌を担当したイケメン歌手北周平さんのファン感謝祭ライブに私柴下鍵が行ってまいりました。大変なことになりますよ、会場はね。大変なんですよ。すごいことになりますよね。ババッ出ますかね。はい、安西さんと一緒に行ったんですか。そうです、安西と鳥武と一緒に行った。なるほど、大変だ。なるほど。ミュージシャン北周平ということでございましてね、本当にすごかったです、北周平さんのライブ。まあ、何がすごいかって、最初やっぱちょっとね、トークとかがちょっとね、歌っちゃった場面もあったんですけど、大丈夫北君と思ったんですけども、もうね、このミュージシャンの世界観というか、バーンみたいな飛び込まれからかね、もう半端なかったんですよ。で、鳥竹がこう横で、いや、なんかすごいよねって言って、今日の鳥竹さんちょっと似てた。今日が白飯いけるみたいな感じでいっぱい寄ってきて、もうほんと最高だったんですよ。で、やっぱ僕は初めてだったんですよ、行くのが。で、実際会場でね、ちょっと何人かこうお客さんにこう声かけて、どうでしたって聞いたら、たまたまそのお客様が友達に呼ばれてきたっていう方がいて、僕と同じように、いや、来てすごかった、良かったっていう方が多かったんで、もう本当やっぱミュージシャン来た瞬間すごいなと。でね、最後のエンディングにはもう号泣してる方もいて、もうおじさん困っちゃったなって感じでした。は。では続いてはこちら、ババン。はい、会場のね、皆さんが一体になれる北ポンライブ、私加トちゃんって。まあ、言ったんだけどね、やっぱり、ね、北ポンのね、そのハンドパフォーマンス、さっきね、言った通り、すごいんだよね。私、ね、やっぱ60超えてるから、やっぱり、覚えられないよ、なかなか、これがね、長さんみたいに。で、やっぱりね、こう教えてね、優しく教えてくれるからね、嫁のあやながね、すげえなって言ってましたね。だいぶ年下がりました。で、ね、女性ファンでね、だけじゃなかったね、意外のね。いや、結構やっぱイケメンだから。女性の方しかいねえのかなと思ったんだけども、俺だけかな男性と思ったんだけど、結構ね男性の方がいたんだよね。あれ加藤さんも行ったんですか。私は行きましたよ。高さんと会ったの。高さんと会って、俺志村連れて行ったんだよね。変なことだよね。横に志村がね、あたさんの耳が遠いから全然聞こえねえだよって言って、言ってたの。嬉しいなって言ってたけどね、すごかったんですよ。で、一曲一曲がね、ペンライトがちょっと色が変わったりとか、青とかオレンジとかね、変わったりとか、もうとにかく初めて行った方でも一体となって楽しめるというところが、このライブがすげえなーと思いましたね。これ失礼しました。寒いですか。では続きまして、こちらババッ、はい、とにかくファンを大事にする北ポン恩返し、どうも栗田貝一です。栗田さんも行ったんですか。ね、すごかったんだよね。やっぱモノマネ四天王で一緒に行ったんだけども、やっぱ北天王で行ったんです。四天王だ。あのアキラさんとね、コロッケちゃんとね、美人ホで行ったんだけど、すごいななんてね。俺はもうずっとルパン三世で、たまんねえなーって後ろの方に行ってたんだけど、まあでもそれモノマネじゃないですもん。本人ね。で、ね、まあ何がすごかったって、やっぱファンもね、大事にするんだよね。ピアノがね、これまだ人前でこう披露できるレベルではなかったわけですよ。で、練習してきたと、そのためにもファンのためにもお客さんの、ね、ために弾き語りをする。これもすごいじゃないですか。もう瀬川さんに言ったら、私なんかもうそんなことできないね
人数決まっちゃうじゃないですか、結構そういうのって。まあそうですね。だからやっぱ100人いたら、まあ、2、3人とかってなっちゃうんですけど、だって全員揃えたらそれだけでいいんですよ。そうですよ。それもちゃんと100人いたら100人で一人一人ちゃんとファンの方にやって、特に帰りなんかね、一人一人に感謝の言葉をもう握手をしながら、まあ、お見送りというかしてて、本当ね、大変すごかったんですね、うわんって感じだったんですね。なるほど、なるほど、なるほど。僕は何か事件があったんですか。犯人捕まえちゃいました。そんなね、なんと北周平さんがアニメピアチャンネル、あ、これは違うだ、先週でしたね、まあ、とにかくすごいかっこよくて、ぜひ皆さんにもね、見てもらいたいなっていうシーンがね、もうかなりあったんですよ。だからね、なんですかね、まあ、浜田と言うてたんですけど、これはもう浜田絶対かなあかんなって思って、なんでしょうかね、もう俺、もうほんと北周平に会えて、うれピーでしたけどね。あれですか、トンネルズさんとダウンタウンさんがいらっしゃったんですよ。いましたよ。僕の隣に働き方浜田がやってやってましたね。トンネルズさんのいましたね、結構みんなバキバキやってた。この人たちでも、全然ほら、大御所でも全然楽しめるんで、ぜひ北周平君には次、アカン検査で入れてもらおうかな。しょうかということで、今週の芦部の芦部でした。ありがとうございます。